も月秀次郎は、日本の政治家。山梨県の元富沢町長及び元南部町長で、ある。1945年、山梨県深川村に生まれる。都立小木久保高等学校、成城大学を卒業した後民間企業、富川郵便局長を経て1993年に、富沢町長に就任。町の財政が苦しい中役場新築や旧役場を、 図書館にするなど工夫を凝らした調整を3期にわたり行っていた。旧南部町との合併協議会では副会長を務め、2003年に合併した直後は町長職務執行者に就任する。その後旧南部町長であった小沢海蔵が初代町長に就任すると町条約を4年間務めた。2007年、小沢町長の引退により町長選挙に立候補。 旧南部町出身の町会議員も出馬を表明したことから合併後の南部町では初めての町長選挙に突入した途中から小沢町長の指示を受けた元町議は旧南部町域から町長と人口が多い旧南部町からの取り込みに集中させた一方、もち前条約は町は一つと町全域からの指示を取り込む選挙戦を見せたその結果 当初は、元町議が優勢に見られた、選挙戦も町の分裂を嫌う、旧南部町域の有権者の切り崩しに成功し、当選した。南部町長では、町内三中学校の統合や南部町営バスの料金見直し、町の財政再建、光ファイバー網による市町村防災行政無線の導入及び、FTTH による町内デジタル網の整備を行った。 2011年の町長選挙には不出馬を表明し引退。ありがとうございます。